はい、道山です。子供が友達をいじめる、友達の悪口を言っている、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は友達をいじめる子の心理と親ができること、これについてお話ししたいと思います。もうお子さんがですね、友達をいじめたり悪口を言ったり、してですね、何か問題を起こすと学校からね、頻繁に連絡が来るみたいな状態になると思います。で、本当にね、もう毎日のようにいろんな家庭にね、頭を下げるみたいなね、状態になると親としては本当に辛いですよね。じゃあなんで子供はそういったいじめとか悪口を言ったりとかしてしまうのか、今日はこの本当の原因と、あとは親ができるお話、やり方ですね、これについてお話ししていきたいと思います。で、今日の内容はですね、僕が毎朝配信しているボイシーというネットラジオ、こちらの方にもね、アップしております。ボイシーではまたね、この YouTube とは少し違った切り口でお話もしておりますので、もしよかったらリンク貼っておきますのでね、ボイシーの方もチェックしていただければ幸いです。ではいただいた相談内容を読んでいきたいと思います。うちの子はお友達に嫌なことをしたり怪我をさせたりとトラブルを起こしています。その度に相手の親に謝りに行き、息子を叱りますが一向に治りません。どうしたらこの性格が治りますか、とのことです。まあ、本当にね、親としてはなかなか辛い状態かなと思うんですが、まあ、きちんとした対応ステップがありますので、ここを今日はね、しっかりお話ししていきたいと思います。もしかしたらね、多少ちょっとね、なんか辛いお話になるかもしれませんが、全部ね、お子さんの未来を明るくするためにお話ししていく内容になりますので、ね、ぜひ前向きに聞いていただければ幸いです。まずね、結論から言うと考えられる原因が2つあります。1つがストレスが解消できていないっていうことですね。もう一つが発達障害グレーゾーン。この二つが考えられます。順にお話ししていくと、まあ、学校というのはね、社会です。社会というのはやっぱりね、嫌なことがたくさんあるんですよ。例えばね、友達から悪口を言われるとか、先生から叱られるとか、なんかね、守りたくもないルールがあるとか、いろんなストレスがたくさんあるんですよね。で、これを唯一解消できるのが家庭なんです。で、家庭で例えばお父さんお母さんと話をしたりとか、なんか楽しいゲームをしたりとか、美味しいご飯を食べたりとかすると、子供はストレスが解消できるわけですよね。ただここの家庭が居心地の悪い家庭だと、子供はですね、社会で得たストレスを家庭で解消できなくなるんですよ。するとどんどんストレスが溜まっていって、イライラがね、こう溜まっていくわけですよね。で、このイライラは、人はどうするかというと、いろんなね、解消をしていくんですが、例えば一つは家の中で爆発する。例えばね、お父さんお母さんに手を出すとかっていう子はこのパターンですよね。で、あとよくあるパターンとしては、もう全部自分で抱え込んでしまう。これはいわゆる鬱とかね、寝たきりの子とかそうですよね。もう体が動かなくなってしまうって子は、もうずっと自分の中に抱えてしまうっていうケースです。で、あとは学校で解消しようとするって子もいるんですよね。つまり、例えばお父さんがめちゃくちゃ厳しくてですね、例えばね、じゃあ家の中で暴れようとしたらね、もう逆にやられてしまうって場合、家の中じゃね、発散できないですよね。だから仕方なく学校で発散しようとすると。で、その一つがいじめにとか人の悪口を言うってことになっている子がいます。まずこれを一つね、原因として考えられますね。で、あともう一つが発達障害グレーゾーンってことですね。発達障害いろんなね、ケースがあります。アスペルガー、 ADHD、自閉症、学習障害、いろいろあるんですが、その中のアスペルガー系のね、発達障害の子がいるんですけど、こういった子たちはですね、人の気持ちがなかなかね、理解しづらいんですよね。で、なんでグレーゾーンって書いたかっていうと、もう明らかな発達障害だったら、特にまあ問題がないというかね、まあ仕方がないよねって形になるんですけど、グレーゾーンの子って最近多いんですよね。つまり、そのアスペルガー系の、例えば人の気持ちがね、なかなか理解できないっていう特徴がちょっとあるんだけど、まあ別に障害というほどでもないみたいな子っているんですよ。まあ僕もね、結構それに近い部分があるのでね、たまに人の気持ちがよくわからず、なんかひどいこと言ってしまったりするっていう経験がね、あるので、僕もね、その、気持ちすごくわかるんですよね。よくわ、なんでこんなことでって思うことをやっぱ僕もたまに言ってしまうことがあるので、だからそういう方って最近多いので、もしかしたらお子さんもこのケースの可能性もあります。じゃあどうしていけばいいかっていうと、まずは親子関係をね、チェックしていきましょう。ここで、このね、ストレスが解消できていないっていう原因に当てはまるかがわかるからです。で、この時に、家の中でお子さんとですね、たわいもない話ってできていますでしょうか。たわいもない話というのは、お母さん今日学校でこんなことあったよとか、お母さんこの YouTube 見てよ面白くないとかっていうような話ができているか。これをまずチェックしてみてください。で、できているんだったら OK です。
で、あとはリビングにいるか、つまり子供がずっと部屋の中に、自分の部屋にこもっているのかリビングにいるのか、これをねチェックしてみてください。ずっと部屋にこもっているんだったら良くないですが、リビングに定期的にいるんだったら OK ってことです。で、どちらも×、つまりたわいもない話もしてこない、もしくはリビングにもおらずに部屋に引きこもっているんだったら、おそらく原因は1です。つまり家家庭でストレスを解消できていない可能性があるんですよね。で、もっと言うと家庭でさらにストレスを与えちゃってる可能性もあります。なのでここを解決していくってことが最初のステップになりますね。具体的には話を聞いてストレスを解消してあげるとか、過干渉をやめるとかですよね。うん、この辺からね、まずは始めていくようにしてください。はい。で、ストレスがね、どんどん解消できるようになってくると、この話がねできるようになったりとか、リビングに増えてくる時間っていうのが出てくるので、そうすると多分自然といじめるとか、っていう行動もなくなってくると思います。うん、だからまあそんなに、まあ、難しくないという言い方が合ってるかわかんないですけど、それをやるだけなのでね、ぜひねやってみてください。で、あと発達障害グレーゾーンの場合ですね、この場合はやっぱりね、先ほどお伝えしたように相手の気持ちがね理解したくてもできない可能性があるんですよね。つまり今回の相談者の方ね、なんかトラブルを起こしてしまうってありますよね。嫌なことをしたり、つまりこの嫌なことが自分からしたらただのね、なんかちょっかい、なんだろうな、別に相手を嫌にさせようと思ってやってるわけじゃなくて、ちょっとね、なんか冗談半分でやってるのに、向こうはすごく嫌だっていうふうに思っちゃってるってことは、相手の気持ちがやっぱね、しっかり理解できてないんですよね。これは、やっぱり発達障害傾向がある、可能性があるってことです。なので、こういう場合どうするかっていうと、まず事前にですね、先生にそれを伝えておくようにしてください。うちの子はちょっと相手の気持ちがね、なんか理解できずにね、傷つけてしまう言動を取ることがあるので、その時はね、先生の方からしっかり叱ってくださいって感じでね、言っておけばいいと思います。で、まあ、それでね、子供は叱られますよね。で、叱られて、今やっているみたいにね、親がこう謝りに行くってこともあると思います。で、あると思うんですが、この経験を通して子供は少しずつ、理解できるようになっていくんですよね。だからもうこれはね、時間をかけてやっていくしかありません。つまり、こういうトラブルが起きた時に、例えばですよ、じゃあ、なんだろうな、ある女の子になんか、〇〇ちゃんってさ、最近太ったよねって言ったとします。で、相手の子がめちゃくちゃ泣いちゃって謝りに行ったとしますよね。で、その時に、謝りますよね。謝った後に、いや、女の子っていうのはさ、そうやってちょっと、なんか太ってるっていう風に言われただけで傷ついちゃう生き物だから、もうこれからは言ったらダメだよっていう風に言ってあげればいいわけです。で、ここで、なんだったそんなこと言ったのとかって言うっていうのもちょっと違うんですよね。なぜなら、この子はね、原因は発達って、要するに意図的にやってるわけじゃないんですよ。相手を傷つけようと思って、こうね、太ったよねって言ってるわけじゃなくて、子供もね、なんでそれで相手が傷つくか分からずに言っちゃってるわけなので、だから叱るっていうのもちょっと違うんですよね。そうじゃなくて、こういうふうに言うと、子供は、相手はこういうふうに傷つくからやめていこうねっていうのを、もう根気よく伝えていくって感じになります。で、それやっていくと、まあね、時間はかかりますけど、大人になるまでにはね、だいぶ改善できると思います。本当にね、冒頭でお話ししたように、僕も、そうですね、多分小学校とか中学校とかの時によく相手の子をね、傷つけてしまって謝りに行った経験ってたくさんあるんですよ。だから僕もね、よくこの、ボイシーとか、YouTube とかでも何度もお話ししているんでね、知ってる方も多いと思うんですけど、やっぱ自分はね、発達障害の、ね、多分グレーゾーンだと思うんですよね。ADHD 傾向とかもありますし。なので、昔はね、本当に、人の気持ちが分からずにね、傷つけてしまった経験があるので、本当にこの子の気持ちもすごく分かるんですよね。でもまあ、しっかりコツコツ、その都度ね、やっていけば少しずつ分かるようになっていきますので、なのでぜひね、お父さんお母さんがしっかりお子さんに付き合ってあげて、少しずつ成長させてあげるっていうのがね、一番いいのかなと思います。はい、ということで今日は友達をいじめるこの心理というお話をしました。まあ僕の経験上ですけど、ほとんどの場合は1、このね、ストレスが解消できていないっていうケースがほとんどだと思います。おそらくね、9割ぐらいは多分こっちだと思います。なので、まずは、このストレスを解消するための家庭づくりってところから始めてみてください。で、もうちょっとね、細かい、この、温かい家庭の作り方ですよね。これについては、僕が無料で配信している思春期の子育て講座、こちらでね、解説しております。もしまだ読まれてなかったら、この動画の右上からチェックできるので、よかったらこちらも参考にしてみてください。